つて長野市松代町にあった松代藩は10万石を擁した信州最大の藩でした。松代藩真田家の初代藩主は真田信之、真田幸村の名で広く知られる真田信繁の兄である。戦国時代を戦い抜き、真田家を近世大名へと成長させた武将です。そのため松代藩では武芸を大切にする気風が代々培われていました。時は変わり、江戸時代も終わり近くになった頃、松代藩の藩校、文部学校は開校。